風の松原秋田県の城市の海岸に面した日本最大規模の防砂林。イニシエより季節風がもたらす被砂によって農地が埋没するなど、甚大な被害を受け続けてきた野城にて、造成は18世紀初期に始められた。今では約700万本の黒松で構成されている。防砂林とは、被砂に備える防災林の一種、被砂による被害の防止。 軽減を主目的として設けられる森林のこと、被災防備林とも言う。大規模に伸長するものは、防災林体と呼ぶこともある。海岸部の防災林は、海岸防災林とも言う。防災林は、区域内に砂が入ってくることを防ぐのが目的であり、土石流の補足や土砂の移動防止を目的としている、砂防林とは異なる。例えば、鳥取砂丘の防災林は、第一に、 砂の移動を制限することを目的とした砂防林であり、周辺の環境と住民にとって、防砂林と防風林の機能を果たしてはいても、それは二次的効果というものである。また、防砂林や砂防林は、防風林と混同されることさえ珍しくないが、その名が示す通り、防風林の機能を兼ね備えていたとしても別目的を、主とした防災林である。 日本において高い公益性を認められて保安林に指定された防災林は被災防備保安林と呼ばれる。ありがとうございます。